逆転裁判3男女2人で実況プレイ。この法廷で裁かれていたのはあくまで被害者の殺害です。これから先被告人は再び他の罪状で審理を受けるでしょう。分かっております。それでは罪状を殺人に限って今判決を下します。無罪来ましたよ。では本日はこれにて閉廷。これで今のセリフが、うん、もしかしたら終わったし、あれ何裁判長の最後のセリフやったかもしれんっていう。ああそっか、裁判長さよなら、まあ、さよなら裁判長ありがとうありがとう。今まで、あエンディングだ。エンディングや。よしではこのまま行きましょう。行きましょう。同日午後4時51分時報、裁判所被告人第一控え室エンディングです。ディングです。ディングです。ED です。ED。確かに略したらそれや。これで全て終わったわけか。ED、お家へ帰る。本当にこれで良かったのか。今の ED ね。ED のことで。まゆちゃんのために命を懸けてくれた人、僕は。もちろんこれで良かったのよ。どうも。どうも、先輩。千尋さん。さすがなるほどくんね。今日の弁護まさに最高だったわ。でも僕は神の木さんを救えなかった。千尋さんのことをあんなに思ってくれていた人なのに。いいえ、それは違うわ。なるほどくん、あなたは神の木さんを救ってくれたの。うん、彼を救うことのできるただ一つの方法で。それがあの判決だったんですか。あなたにもいつか分かる日が来るわ。ただこれだけは忘れないで。あなたは今日弁護士として最高の仕事をしたのよ、うん、もう私から言うことは何もないわ。千尋さん、あなたは私にできなかったことをやり遂げてくれたの。お礼を言うわね。本当にありがとう千尋さん。またいつか会いましょう。なるほどくん、最後のセリフでしょうか。これがじゃあ千尋さん最後ですね。いろんな事件があった。そのために僕は自分自身に問いかけてきた。本当の弁護とは一体何なのか。今日の判決が一つの答えだったのだろうか。まゆちゃんです。うん、なるほどくん。まゆちゃん、やっぱりお姉ちゃんの言った通りだったよ。千尋さん、あの夜集権堂でお姉ちゃんに相談した時、うんうん、お姉ちゃんメモにこう書いてくれたの。なるほどくんならきっとみんなを助けてくれるって。でももうなんで暗い顔してるかな。私もお姉ちゃんもきっとあやめさんもこんなになるほどくんに感謝してるんだよ。あやちゃん、どうして君はそんなに明るいんだろう。ひどい目にあってお母さんまで亡くしたのに。おっとお励ましに来てくれたね。ねぎらい、ねぎらい。なあ。まだまだ甘いわね。なるほど、龍一。来た。よくやったな。なるほど。みんな来てくれた。やったあれ三浦健二。いつ帰ってきたんですか。そっか、会ってないんだ。初めてや、うん。そうか、まゆちゃんは知らないんだっけ。弁護してくれたんだよ。そうやで。三浦とカルマ健二はね、僕を助けてくれたんだ。なるほどくんを1日目の審理、この2人がいなければ。それもう茶番の中になる意味ね。そう、八百長みたいなもんですよ。八百長ですよこれ、うん、多分どうにもならなかったよ。時間稼ぎというか。そうで、その時なるほどくんは川に落っこちて溺れた上、風で寝込んでと聞いてるわ。噛んだ。熱に沸かれてあやめさんの頭巾をかぶって震えていたなかー、情けないね。なるほどくん、まだまだ修行が足りないよ。本当にありがとう、三鶴健二に。メイさん、どうせやはりか。あ同窓会うん、俺の居場所なんてどこにもないんだ。あ、やっぱりさ曲なんでお前がそんな顔してるんだよ。俺、生まれた時にもう気づいてたんだよな。やはりさんちのまさしくんは心の底から役立たずだって。そんなことないですよね、なるほどくん。え、僕かよ。本当か、なるほど。俺役に立ったのかな。そうだな。
やばい、なんか出すやつか。やっぱり俺死ぬわ。いや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 、そのあれだよ、お前が描いてくれた似顔絵、あれはなかなか似てたな。な、水着。え、わ、私か。そうなのか。おい、水着よ。まあ、あれは確かに、そっくりとは言えなくもない。ほんとかい、メイちゃん。いやはぁ。私の美しさをクレヨンごときで表現できるわけが。ジロ。頑張れ。まあ、その努力は認めてやらないでもないわ。ツンデレの極みみたいなセリフ来ましたよ。素晴らしい。じゃあ、メイちゃん、あの約束、本気にするぜ。来たよ、メイちゃんのムチムチ大冒険。調子に乗るな。調子に乗るなってのもツンデレのセリフですな。そうね。いやー、俺、似顔絵だけは自信あるんだよな。はるみちゃんの絵もなかなかの出来だったんだぜ。あれ？そういえば、あの少女の姿が見当たらないな。はるみちゃん、どこ行ったんだろう。いつもなら真っ先に迷いちゃんのところへ飛んでくるのに。あれ、さっきまで。あ、私ちょっと探してくるね。そうです、ちょっとさっきまで目の前にいた。千尋さんだったんだけどな。うん。川屋ですか。ガチャン。来たよ。あ、おーい、ハミちゃん。バシャって言ったらあれかと思った。磯の子さんが来るかと思った。なるほどね。なるほど。君は不思議に思ってるようだな。迷いくんがなぜあんなに元気なのか。あ。正直なところ、私にも理解できないわ。そういえば、カルマメイもお父さんを亡くしているんだよな。私には分かるような気がする。おそらく、迷い君は知っているんだと思う。今こそ、彼女は強くなければならないのだと。どういうこと？今こそ。この事件で気づいたのは、迷い君だけではない。むしろ、もっとひどく心を痛めた人物がいる。その人物のために彼女は決して泣かないのだろう。迷いちゃんよりも深く傷ついた人物。みつるぎ、僕にも分かるような気がするよ。てなるほど、リュウイチ、教えなさい。オッケー。迷いは誰のために強くなれるのか。オッケー、はい、これはなかなか感動的な。これね、行きましょうか。ここで間違えるわけにはいかないので、真面目に行きましょう。そうですよ。ててー、オッケー。もちろんハミちゃんですよね。行きます。ハミちゃん、お母さんもいないし、お姉ちゃんたちもいなくなっちゃったんですよ。一人なんですよ。完全に一人になっちゃった。で、迷いちゃんと一緒だね。アヤサとハルミ、ハミちゃんが一生懸命指示書に従おうとしたのは、お母さん、アヤサとキミコを信じていたからだ。そう、アヤサと家のため、その言葉をあの子は信じた。迷いちゃんのためになって、あんなに嬉しそうだった。それほど迷いちゃんが大好きだったんだ。しかし、あの子の行動が生んだのは悲劇だった。あやさと迷いは母親を失い、自らも危機に陥った。だからこそ迷いちゃんは泣かないのだろう。あの子が笑顔を取り戻すその日まで。来た。お、いた、みんなおそろいっすね。いやー、今日の裁判をいずれましても、いやー、砂な何する、使いきなり悪いわね、ヒゲ。ヒゲ。考えるより先に、このムチが走っていたわ。どうしたんですか、糸の子刑事。どうしたも、少佐っす。お祝いっす。今夜はパーってやるっす。自分がごちそうするっす。今月も給料がちょっぴり下がったっすけど、気にしねっす。一流フランス料理のレストランに一流役を入れといたっす。マジで？お金ないんじゃないの？すごいね、ギャーす。ヒゲにしてはよくやったわ。ねぎらいのムチよ。あの、糸の子剣士、一流フランス料理のレストランってもしかして。いやー、嫌な予感がする。もちろんトレビアンっす。やっぱり。さあ、みんなで行くっす。マコくんも待ってるっす。そこの処分くれてるあんたも行くっす。まあ俺はいいや。泣き犬たちの山小屋でハルミちゃんと今食うから。そういえば遅いな、マユちゃん。ハミちゃんを探しに行ったままだぞ。うん、帰ってきた。しかしながら、あ、まゆいちゃん。なるほどくん、どうしよう。ハミちゃん、
どこにもいないの。マジで。え、きっとお家に帰ったっすよ。暗いの里に電話してみたんだけど、うん、何の連絡もないって。そんなこと今までなかったのに。おい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 、やはり深く傷ついているんだろう。君に対して責任を感じているのかもしれない、うんうん、そんなハミちゃんのせいじゃないのに。私どうすればいいの。てん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 、糸の子刑事。え、なんすか。みんなを連れて先に行っててもらえますか。しかしあんたは、僕と迷いちゃんはハミちゃんを迎えに行ってきます。なるほどくん、分かっている。うん、大丈夫ですよ糸の子刑事。少し遅れるけど必ず行きますから。なんといっても今夜はお祝いですからね。しかしそのあんたはギャース。いいわ、なるほどリュウチ、先に行ってる。めいちゃんも来るのね、ちゃんとね。な待ってるぞ。なるほど、しっかり飯食いに行くなあ。みんなで食べる。え、喋ることあんのなあ。あでもハミちゃん行くところなんて。行こう、まゆちゃん、心当たりがあるんだ、一箇所だけね。どこや。勝手に行ってくれんでしょ。勝手に行ってくれんだから。うん、ハザクラインに行ってた。ハザクライン、かなり遠いところまで来たね。三門トン、何時間だっけここ。ハザクライン、多分アミちゃんにとって忘れられない場所だと思うんだ。全てが始まった場所だから。なんだ、もう来ちゃったのあんたたち。ビキニさんが登場、まさかのねえ。ビキニさん、うん、今夜はあの子と二人でカレーでも食べようと思ったのに。ハミちゃんやっぱりここに、うん、集権堂にいるよ。早く行ってあげなさい。はい。集権堂しかも。集権堂で、あれでしょ、修行してんじゃないですか。あ、ちゃんとカレーが置かれている。ね、え、新しいんじゃないですか、あれ。新しいです。落としてないと思うよ、あんまり。いないね、ハミちゃん。あ、まゆちゃん、あの、掛け軸。おぉ。あ、やっぱり落としたんや。綺麗になってるよ。ハミちゃんだな。あ、綺麗にしたの。アミちゃん来ました。マイオイ様、ハミちゃん、もう私を置いていっちゃやだよ。マイオイ様、マイオイ様、かわいそうにハミちゃん。なあ、私も一生二人にお会いしないと決めておりました。だって私のせいでマイオイ様、お母様を。だからここへ。せめて迷い様のためにお祈りしようと思ったのです。いいんだよハミちゃん、だってハミちゃんはちっとも悪くないから。お母さんがいなくなったのは確かに悲しいけど、でもなんでだろうね、私幸せだよ。そんな嘘をつかないでください。ううん、本当だよ。だって私が今ここにいるのはみんなのおかげなんだから。はぁ、あ、お姉ちゃん、お母さん、神の木さん、なるほどくん、そしてハミちゃん、誰か一人でもいなかったら私はきっと死んでいた。だから私強くならなきゃいけないんだよね。みんなが助けてくれた命だから、私にはそれぐらいしかできないから。まよいしょ、やっぱり舞子様の娘さんだね。うん、ピーン、ビキニさん、あんたのお母様、舞子様は強かった。あの晩おばさんにこんなこと言ってたよ、うん、クラインの名を怪我した私に娘に顔を合わせる資格はありません。こんな感じでしたお母さんね、うん、でも私はいつでもあの子を思い続けています。そう、この身に離さずきっと死ぬまで。うん、舞子様が強かったのはあんたがいたからなんだね。うんうん、きっと最後の瞬間まで後悔はなかったはずだよ。てんてんてん、この身に離さず死ぬまでか。え、確か家元にはこんな決まりがあったね。死ぬまで花見離さず
守り抜かなければならない。うん、それは家元様のご夫。舞子さんにとって守り抜かなければならなかったもの、それはこんな入れ物じゃない、その中身なんじゃないかな。パカッて開くんかな。じゃあ、おお、開いた。それは、うん、写真ですか。あ、お母さん、この写真が。命ある者が自分を守るため戦うのは当然のことだ。出てこないの。人間だからこそ誰かのために戦える。誰かのためにどれだけ強くなれるか、それこそが人間の価値。弁護士は常にその価値を試される戦士なんだ。きた。しかも一回壊れてた。一回壊れてたね、やっぱり。これは伝統なんすか、じゃあやっぱり。まあでもお母さんが撮ったんでしょう、これきっと。かわいい。戦いの姿勢に結ばれた絆はたとえ断ち切られても必ず蘇る。何度でも。右が千尋さんですね。いやね。で、左が前壊してる。ね、壊したんだね、やっぱね。で、直したのは千尋さんね。千尋さん、まゆちゃん、はるみちゃん、神の木さん。まゆちゃんのお母さんがそれを教えてくれた。かわいい。はるみちゃんと同じことやってますね。なあ、じゃあそろそろ行こうか、みんなが待ってる。え、今日は全てに決着がついた記念日だよ。思いっきりお祝いしないとね。でも私も行っといで。修行なんかいざでできるからね。はい。よーし、私ももう一度出直したね。ビキニさん、私必ず帰ってくるから。わかってるよ、未来の家元様だからって容赦しないよ。予約3人分用意して待ってるからね。あはっ、あはっはっはっは。この笑い方。よーし、今日は食べるよ、ハミちゃん。修行はね、体力勝負だから。はい、まゆ様、私食べますとも。あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何？なるほどくん、修行の役はいいけど、なんで3人分なんだ？そんなの決まってるでしょ。もちろんなるほどくんも一緒だよ。え、待ってるわよ、あんたおばさんたっぷり可愛がってあげるからね。怖い怖い怖い。え、一応やるよ、なるほどくん。もちろんスペシャルコースでね。え、それしともだって、なるほどくんは迷い様のためならいつも火の中水の中ですから。たし、これ火の中水の中、そういうことか。そう、これコメントで言ってもらっててんけど。そうか、フラグやったこれの言葉を周りに出せたのは、このことやったんか。このショーのことだったんですね。そう、燃え上がる橋の中を渡り、落ちて水の中。そういうことやったんや。すごい。そう、これ教えてもらったコメントで、これすごい意味あるんですよって、うん、あ、なるほど、言ってもらってんけど、ここでね、わかりました。ありがとうございます。しっかり食べておこうね、なるほどくん。すごい予言者であった。本当だね、さすが名探偵ハミちゃん。なあ、うん、あのさ、一言だけ言わせてもらっていいかな。うん、もちろんいいよ。私大好きです、あの言葉。来ましたか。来ましたね。おばさんもゾクゾクしちゃうわ。じゃあお言葉に甘えて。じゃあ皆さんも。え、早かった。早っ。押したの。押してない。押してないけど早かった。皆さんもって言ったら言われて。なるほど、早すぎるわ。一緒にかと思ったのに。ご唱和しましょうみたいなこと言おうとしたんですが、皆さん、フライング、フライングでした、うん、さあこれからは私がしっかりしないとね。頑張れ。クライン流霊媒の家元のやらないで。無理だよ、頑張らないと。さすがにもう閉じ込められたりさらわれるのは勘弁だな。そこからオールスターですよ。家元の名前出すのやめよう。いっぱいがあって、そこからオールスター頑張るぜ。イオンさんですわ。覚え出せないんだけど、キャラクターの声。いくぞ、うん、
やばい、なるほど君は迷い様の王子様なのですね。あのスペシャルコースを最後まで、それまではこれを守るというコースはあの二人のためにちょっと削るわけ君。ありがとうございました。去っていったみんなにお礼言って去っていったの。カーテンコールみたいになってるな。まゆちゃん、まゆちゃんじゃないや、ハミちゃんはいい子だからね。すごい、きた、なんかくんからコートプレゼントしても、マジかマジか、コートほら色違う、もう一生お願いっす。はい、でもなんかいまいち先輩っぽくないっす。やっぱり薄汚れた方がデカっぽいかなって。大丈夫、愛のために男は何度でも薄汚れるっす。愛って言ってるじゃん。マジ何言ってんの、何言ってんねん。色ボケか、ほら。はい、次はどなたでしょうか。愛が、愛が、愛が、え、はい、なんだよこれ。なるほどさんにはまたお世話になってしまいました。おかげさまでクラインの里秘宝店は大成功なんです。1年ぶりにアメリカからカルマケンジがムチの姿も教わったんです。なるほどさんにお見せしないと。マジか、ムチや、キリオさんのムチ、そういうあれ、キリオさんのムチさ、プレイですか、そういうプレイですね。あ、キリオちゃんいい子なんだからさ。ってことは次があなただよ、これ。僕たち会社を始めました。怪人コンサルタント、俺やった、俺やった。うん。街にはびこる怪人たちの作戦を、カレーにください。が、決め台詞、かっこいいんだから。まあ、その怪人たちに反抗かけようか、売るのは僕たちだがいいのかな、これって。一番悪いの、僕たちなんじゃ。早いな。早い。早くしたな、おい。テレテンテッテンテレ。さあ、次は。あ、でも今までのやつで来てるから。トラ様を退治してくれたリグ様にお礼がしたくて5000万円お貸ししました。お茶のセット、私が込めて調合した今頃あれを飲んで3日坊主やばいやばい、死んだかもしれんぞこれ。あ、死んじゃう。トラからリュウにね持って行ったんですね、あの子は。ってことは次は、次はあなたやね。あなたです。どうせわしわしは物さにいても焼いても食えるな、物さと思ってたらこの間、桃たちがお誕生日会を開いてくれました。やったじゃん。恥ずかしい男、翔平69にして号泣ですわ。やったじゃん、おじいちゃん。邪魔者使いからだったからね。パッパッパーツとかね。あたパッパーツとかね。さあ。今日はここで、みんなくさい、秘密がいっぱいだよ。おばさかほくんの代わりにあたりプログラム待ってよ。みんなお友達になろうね。大本、かつもくんだよ。名前を聞いた瞬間、お姉さんの回路に電流が走ったね。いるこれ、いらなかった。新しい人ってそっちみたいな。やはりでも入れてくれよな、そしたらな。さあ、あらららら、また取材かしら。あの事件以来もう一回しょうがないよね、ほんと。やっぱおばさんのビジュアルがグーだから、特に針先はゆっくり目を待ちましょう。あはあはははは、もうこなしましたね。やりますね。終わり、終わりっぽいね。あ、終わりっぽいよ、音が。そうやね、俺から。あとはみっちゃんとめいちゃんのラブシーンがあるんで泣くかな。また泣くやつ。あ、違った。りゅうちゃん本当に、あ、先日皆さんで面会にいらしてくれたのですよ。私嬉しくてりゅうちゃんにうっとり見とれてましたから、小さな女の子はりゅうちゃんに鼻血が出るまでビンタ。あはるみちゃん。そら怒るわ、怒るわ。声の出演やって、べーくん、おかめ、これはべーくんですね。はい、これ制作組織の人やで、この人。あ、だからあれですよ、ゲームの中の人。岩本達郎ってこれ確か絵描いた人やで、じゃなかったっけ。だから聞いてます、聞いてます、制作者さんの中で出してるんですよこれ、声。そう、いやそれは知ってねんけど、まさかその一番葬式の人が声出したと思わなかった。そういうことね。ただ単にその、ね、社員かその辺が、これなんか多分ちゃんとした人の名前っぽいよね。神谷秀樹さん。なんか名前が豪華ですね。うん、ほら、スワーベやで、だってわかんないです、もしかしたら制作の人かもしれないですよ。スワベといえば、俺様のビギニーよりな。これもおかめですね。俺様のビギニーよりなんじゃなかったっけ。違いますね、スワベは合ってますけど。合ってた、よかったよ、男の人なんだあれ。携帯がね、スクリーンセーバーみたいな状態になってたので、画面暗くなって、でも音だけ聞こえてた。だから戻ってきて、こっからね、多分見てないの。こっから。オッケー。なんだいろ、ここから帰ってたのに、お前回も出してかい。あ、ちょい、やめちょい、カタカタ。あった。早い。ダメ。おばちゃん宇宙人じゃないよ。マカダミアのやつだってあるでしょ、みっちゃん。適当。カタカタ。もう読む気なさ、なかった、一切今。
よろしいです。申し訳ない。稲葉さん来ましたよ。稲葉さんってなんか歌ってそうですね。歌ってそう、うん、DZ DZ ってイニシャルトークにもなってないわ。あ、ごめん。俺もやっと自分のめいちゃんムチムチ大冒険の絵本界のマークなんて言ったって俺芸術家だし、今までだけは自信あるからさ、もう負けれないけどねぜ。わおー負け犬ですね、今絶対。負け犬ですね。遠吠えやった。噛ませ犬かもしれない。ショックやわ。次誰？画面めっちゃ盛りそう。おっと、スチール来ましたよ。かわいい。誰が描いて、え、これもしかしてマシス？マジでマシス、うま。うますぎ、しかもマシス、うますマシス、うますぎるやろ。うましすね。うましすすぎやろ。うましすすね、マジで。なんてしかも洒落た感じの絵を描けるんだ、あいつは。マシス、あいつやっぱ芸術家の目。あ、カプカーン、カプカーン終わりましたよ。唐突で、え、マジで唐突に終わりましたよ。後日談なし、なかった。後日談なし。最後のめいちゃんが泣いたりするのない、なかったし、みつるぎもなかったし、あれいいのかな。でもまあいいんでしょう、うん、多分ね DS 版では最後まできっとあります、うんうん。え、そうなん。いや、あったと思うよ。私の中では記憶あったでしょうね。私の記憶が正しければ。これ寂しいよね、終わり方としては。まあそうね。どうする。だって2だってメイちゃん泣いてたやん。ナイスナイスと。あれは続くからね。え、じゃあどうする。ちょっといいギャリとか言っとく。じゃあせーの、いいギャリ。あ、うちか。すいません。というわけで皆さん、はい、逆転裁判3終わりました。今回で最終回でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、よかった。やっぱね、ワンツースリーはワンツースリー、はい、もうこれ本当続いてる感じでしたよね。いや、もうこれはね、1から3までの話ですから。いや、マジで1で終わらせないで3までやりましょう、皆さん。いや、これは本当によかった、うん、よかったよかった。本当にご視聴めっちゃ長い、多分ね、うん、80、90長いね。つまりワンクールとかって感じ。ワンクール以上やってるよね。ワンクールぐらいやってる。やってるね、うん、もうなんかありがとうございます。そしてね、欠かさずコメントをくれた皆様も、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。途中からちょっとね、コメント返信があちょっとできなくなっちゃってですね、ちょっとあ忙しいんですね。やることが多くなってちょっとできなくなったんですけど、メイ君が一人しかいないので、そこだけ本当にめっちゃ感謝しております。マジでありがとうございます。そしてね、欠かさず見てくれた皆さんも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終わりましたよ、皆さん。終わりました。ちょっと休憩をねしていただければここでねいや、長かったんで、本当シリーズで見たら。いや、でもやっぱりいいね、最後の事件とかは。いや、もう本当にこれは涙なくして見れませんね。グッドな事件でございました。では、はい、長くなってもあれなので、いいんですか、もうそれで。じゃあこれだけ聞きましょうよ。1から3までの中で一番好きなキャラクターだけ聞きましょう。好きなキャラクター、はい、待ってよ。いました思い出すな。いました、いました。ビキニさんではない。まあ、ビキニさん最初一番最後の方ですからね。ビキニさんではないよね。1とか2とかか、3ちょっと1思い出してみる。2とか1思い出してみる。そうよ。あ、タイトル、タイトルプレイ見ればいいんだよ。そうそっか見ていけばいいんだよ。懐かしいな、懐かしいですね。あ、涙やってきたね。米太夫みたいな。やってきたね。うん。あ、やってきた。いた、うんうん。あの、何やったっけ。はい。煮干しさん。煮干しさん。いたね、うん。おばちゃんとかね。うん、ああ、はいね。はいね、孝太郎さんですね。はいねと関西人。うん、まあ、次のやつはやってないんで、これはやってないんでね。この子可愛いよね。これ、なんだっけ、名前ったっけ。ね、ああ、そう、いましたね。この子が好きかもしれない。うん、あれ、やってないよね。あの子が一番キャラ的に。やってないよね。可愛さ的。あ、でも、はんちゃんもまあ、可愛い。メイちゃんもやっぱ可愛いよね。まあツンデレチックな感じですね。ここら辺もなんか証明写真みたいになってるな。あ、戻ってきましたよ。戻ってきましたよ。はい。でもまあ3になって、うん、まあこういう感じですね。こういう感じですね。うんうん、はい。はい。まあ、よいちゃんの、うん、このコスプレ姿かな。あ、それが一番良かったですか。あ、なるほどね。うん。向井さん誰でしたか。印象深いですか、これですか。はい。わきみこですね。あーたなーにはるちゃんのみたいな感じでね。皆さんもぜひね、はい、コメントとかでね、よろしくお願いします。なんかこのキャラクター好き、もしくは、ね、このね、うん、声が合ってたとか。そう、声あ、そう、うちさん結構アフレコっていうか、アテレコなんていうの、アテレコ、うん、してるんで、声の人物とかね書いてくれたらね、この声合ってたんじゃないかとか。そうあれば教えてください。嬉しいですね。そう、アニメも始まってるんでね。あ、そうね、そう始まってますよ。アニメと比べて、はい、アニメと比べてダメですよ。本物の声優さんと比べるやつお願いします。一素人としてね。そうやね、まあ、噛みまくってるとこもあるんで。五島とか結構いけてたよね。あの
そうですか。もう低い声出ませんよ。ゴロとか結構生きてた気がする。本当ですか。低い声はでもやっぱりね、あの2のサーカス、はい、サーカスもいい話だったね。あの団長ね。あ、団長ね、団長の、でもあの時に出た声はもう出ませんから。どんな声やったっけあれ。でもなんかわしを言ってくるみたいな、ちょっと言ってくるじゃんみたいな、なんかそんなような。あれがやっぱり一番かな、俺の中で。一番好きなキャラクター聞かれたら団長かもしれない。あのね、さり際の声ね、うん、ちょっと言ってくる、まあ、それはぜひ皆さん見ていただければ、はい、ぜひね、なんかコメントまたいただければ嬉しいです。はい、では終わりましょうか。長くなりましたけれども、皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。これにて逆転裁判3の実況終了で終了でございま す。では、はい、また別のゲームでお会いしましょ う。ホロリンクゲームズのメイクでした。岡部でした。バイバーイ、バイバーイ。